日岡山展望台から日、岡山古墳群を望む日、岡山古墳群日、岡山古墳群の一日、岡山古墳群は、兵庫県加古川市加古川町、王の上野町日岡園にある古墳群。一揆が宮内町により、皇后両に事情され、一揆が加古川市指定史跡に指定されている。兵庫県南部、加古川東岸の院南の大地北園の日岡山に、映像された。 古墳群である。前期服、中期の前方後円墳5期、円墳3期、後期の群衆墳から構成される。前方後円墳は日、岡山山頂の日岡陵古墳の築造に始まり、西大塚、南大塚、直子塚、北大塚の4期が相次いで築造される。いずれも詳細な調査が実施されていない。ためつまびらかでないが、最上古墳群に、 主張権が移るまでの古墳時代から中期初頭の加古川流域の主張母軍と位置づけられる。また、円墳三期のうち消滅した東車塚古墳では三角円伸獣橋や石串路が出土しており、山和王県との密接な関係を示すとして注目される。後期に入ると再び群衆墳が映像されるが、その大半は非岡山公園の造成時に消滅している。 古墳群の内北大塚古墳の残存公園部は1968年に加古川市指定史跡に指定され、出土品の一部は1990年に加古川市指定有形文化財に指定されている。西大塚古墳に関するカテゴリー、南大塚古墳に関するカテゴリー、直子塚古墳に関するカテゴリー、北大塚古墳に関するカテゴリー。ありがとうございます。